皆さんはじめまして、前坂キワです。なだそうそう歌います。聴いてください。梶野智美です。日だまりの歌歌います。聴いてください。袖口にいたのを見せてあげたかった。挙動不審たまらないな。バルベアの経験値もね、はい、またね、はい、根性も気合いでこれであと1ヶ月ちょいなんです、はい、頑張って、はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。
座礁というかけがえのない経験をした前坂とカジノ。そしてシングシングシング決勝大会歌王2016の放送日が年明け1月5日に決定。ゴールデンタイム生放送の舞台で歌声を競い合うファイナリストはおよそ3500名の事前部門を勝ち抜いた前坂とカジノ。いよいよ他選部門審査結果発表。来年1月5日ゴールデン生放送決勝大会の舞台に立つのは一体誰だ。